ちは。ただいまより、2014年度第5回になりますけれども、アカデミックリンクセミナーを始めたいと思います。特徴センター長の竹内でございます。本日は年度末の忙しいところ、はるばる千葉まで来ていただいた方を含め、お時間を割いていただいたことに大変心より感謝を申し上げたいと思います。で、今回のテーマはアメリカの大学における学習支援学生移行動調査ということでございまして、附属図書館の職員3名が今年度、アメリカで実際に人材の調査をしてきたことを中心として報告をさせていただきます。で、アメリカの大学における学習支援 学生行動調査となっておりますけれども、中心的にはやはり図書館が行っているような学習支援、あるいはその学生行動の調査を、今日は報告をさせていただくことになります。若干その余計な話ではございますけれども、背景というか今の今日のその、特に大学図書館の動向というのを少しお話をいたしますと、今回私も伊勢中原とともにですね、アメリカに行っておりますけれども、そこでやっぱり見えてきたのは、その大学図書館そのものの、機能変化、あるいは大学図書館院の機能変化というところにあると思います。で、エモリ大学とそれからジョージア工科大学に今回アトランタで行っておりますけれども、例えばこの2つの大学は紙の資料を保存するための共同書庫、共同サービスセンターというものを新たに設置をするということをやっております。で、ジョージア工科大学に所蔵している紙の本に関しては 95% がそちらに移るということです。で、空いたスペースどうするのかって聞いたら、これは学習支援空間として使う、再構成するというようなことを言っておりました。で、今回の話にもいろいろ出てきますけれども、その図書館の建物がその、かつてそうであったような静寂な空間であることをやめるというのは、これはアカデミックリンクスターとかそういうふうにしてきたわけですが、そのことがより徹底された形で、アメリカでは今実現をしているというふうに考えているのかなというふうに思います。じゃあそこにどういう、じゃあ人材がいて、どういうことをそこでやっていくのかというのが、おそらくアメリカの図書館にとっても大きなその課題になっているはずでして、で、その今回、特に我々意識としては、特に千葉大学におきましては、新しい教育の学部ができるといったようなこともあり、で、学習支援の高度化、つまりアカデミックリンクでいろんなことをやってきましたけれども、さらにそれをその高度にしていくためには、そのどういうことができるのかといったようなことを、知りたいということで、アメリカに、調査に行ったということがございます。そしてもう一つ、その一番3つ目の谷の報告ですけれども、これは平成26年度の国立大学関東会の海外派遣事業の、成果ということになります。学生のさまざまな活動を、知るということは、私のアカデミックリンクでもかなり力を入れてやってきたことでございます。で、フォトボイス調査でありますフォーカスグループインタビュー調査とか、いろんな呼び方をしておりますけれども、学生がその新しい学習空間を生かしながらどのようにその学習をしていくかということに関するその調査を相当たくさんの種類をやってきています。で、我々としては、それを今後どのように生かしていくかということがあるわけですけれども、それと全く同じような観点でアメリカの大学でもやはり調査が行われていたりしておりますので、でそれについても、先行的な事例として我々はその学んで、そして我々のこれからに生かしていきたいという趣旨がございます。そういった観点で、今回3つの事例報告を、させていただきます。で、いずれもその比較的短時間 の,、調査と申しますか、インタビューをベースにしておりますので、そこでの活動を全部をきちんとカバーできた、 100% 完璧ということは無理かもしれないなというふうに思いますけれども、アメリカ の, その大学の中で、あるいは大学図書館の中で、その学習支援というものがどのように考えられ、実際にどのように展開しているのかということを、知る一つのきっかけにはなるかなというふうに思っております。で、いつも通りですけれども、事例報告の後に質疑の時間がとってございますので、質疑の時にはぜひ皆様方の活発なご意見を頂戴できればということになっています。
雑白でな短い解説ではございますけれども、私の開会になりさせて以上でございます。どうもありがとうございました。はい、それでは続きまして事例報告に移りたいと思います。一番最初に、千葉大学図書館2世によります、アメリカの大学学習支援、図書館の、設備とその中で行われているサービスということで報告いたします。それではこれからアメリカの大学学習支援、図書館の設備とその中で行われているサービスを題しまして、訪問調査の報告をさせていただきます。今回報告いたします訪問調査は、今年の2月に行ったものです。図書館から先ほどもお話がありましたが、私、伊勢と、この辺りに活動します中原、それから竹内図書館長の3名が、アメリカ学習国日本大学を訪問しました。訪問したのはアトランタとサンフランシスコの都市です。アトランタでロニー大学とジョージア工科大学、サンフランシスコでカリフォルニア州立大学イーストベイ、それからカリフォルニア大学バークレーを訪問しました。このうちアトランタの2大学については私から、サンフランシスコの2大学については今日の中原から報告をいたします。すでに千葉大学では2016年4月このように新教養学部補正試験分離融合の教育を行うことを発表しています。今回の日本の調査の目的は、その新教養学部の学習支援費用の設計に当たって支援体制を運用する側の視点からアメリカの事例を調査することでした。そのためにアメリカで先進的な取り組みを行っている大学を中心に、学生を支援するような組織や図書館の担当者に連絡を取り、担当者へのヒアリングと図書館設備の視察を行いました。それではまず最初にエモニー大学の事例から報告いたします。エモニー大学の概要についてお話しします。エモニー大学はジョージア州アトランタにある私立の総合大学です。タイムズハイヤーエデュケーションを活用しているエワード・ユニバーシティランキングでは93位の1位の大学です。全米優秀の医学部、医学大学院、また経営大学院を有しています。全体の学生数は約1万4千人の規模で、研究と同時に質の高い教育にも力を入れている大学です。エモニー大学のキャンパス内に複数の図書館がありますが、今回訪問したのはそのうちのメインライブラリーであるロバート・ウッドラグライブラリーです。週末は違うようですが、基本的に24時間開館している図書館となっています。まずはじめに館内の様子についていくつかの写真でご紹介します。この図書館では各フロアの目立つ場所、こういった掲示が貼ってあり、決められたフロアでは食べ物を食べても構わないというルールが定められていました。また静寂エリアと会話可能なエリアもフロアではっきり分かれていました。これは現在の千葉大学図書館ガイメクリニックセンターとも共通する点でもあり、そのルールの掲示方法でしたり、実際にこの中で活発に学習する学生たち姿を見られたことが今後のための検討材料となりました。それぞれのエリアにはこういった形ではっきりとこのプランルールが明示されています。全体的にかなり自由度の高い空間となっておりまして、このように動かせる机や椅子、ホワイトボードが多く置いてあり、天井も高く開放的な空間となっていました。このように窓際でリラックスして学習できるようなスペースも多くありました。正対逆にこのように少し重たい雰囲気を感じるような地方と閲覧席のみの静かに学習できる空間も十分に兼ね備えていました。さらにこの図書館の図書の置き方で印象的だったのがこの部分でした。本のカバーのみを取ってこのように展示してあります。紙の本だけでなく、このような形で電子ブックの存在を目に見える形で示していました。エモニー大学の図書館
施設の見学のほかに図書館の中に入っている組織であるロムニーセンターファーディザースカラシップのスタッフである図書館員や教員の方々にお話を伺うことができました。この ECDS というのは電子的な側面から教育、研究、出版、データ保存などをサポートする組織です。モニータイズだけではなく、アメリカでは他にも図書館の中にこのような組織を置いている大学が複数あります。モニータイズの場合はロバート・ウッドライブライバリーの中に事務所を構えています。図書館と協力してプロジェクトを行っているそうですが、組織としては図書館とは別のものだというふうにおっしゃっていました。運営体制について伺いましたところ、現在は常勤職員12名の体制で活動を行っているとのことでした。常勤職員12名の中にはライブラリアンもおり、また博士号を持った教員もいるという話でした。スタッフとしては他にも28名の大学院生や博士研究員もいるという話でした。 ECDS が取り組んでいるプロジェクトの一例を紹介します。スタンプロジェクトの成果やセミナーやワークショップの記録については ECDS のウェブサイトでも実際に見ることができますので、興味のある方はぜひこちらもご覧ください。また ECDS の研究データの管理サービスにも取り組もうとしているという話でした。 ECDS のウェブサイトにはすでに研究データやその他地図や地理空間データに関するデータ利用についてページができていますが、実際に話を伺ったところ、実際には具体的な活動はまだ始まっていないということでした。近年研究データのアーカイブと共有が注目されていまして、研究データへのアプローチを検討している機関がありますが、千葉大学もその一つです。千葉大学の場合は JALF ジャパンリンクセンターが行う研究データや DOI 協力実験プロジェクトに参加して実験の計画を立てて実行しようとしている段階です。またこの後に報告しますジョージア工科大学の図書館にも、すでに教員の研究データに関するニーズ調査についての取り組みが行われています。千葉大学でも具体的な成果は出ていませんが、 ECDS でのお話を聞いて改めて昨今の図書館や関連する組織の研究データに関心の高さが伺いました。ジョージア工科大学について報告させていただきます。先ほどのモニー大学は私立大学でしたが、ジョージア工科大学は1885年に創設された州立大学です。全米の州立大学のランキングでは必ず上位に入っている大学であり、ワールドユニバーシティランキングでも27位に位置しています。総学生数は1万7000人の大学です。ジョージア工科大学のキャンパス内にも複数の図書館がありますが、今回私たちが訪問したのはメインライブラリーであるこちらの図書館です。こちらも24時間開館している図書館です。ジョージア工科大学の図書館はウェストビルディング、イーストビルディング、それからクラスコモンズの建物で構成されています。先ほどのスライドの図書館の入り口から向かって左側にこのように建物がずっと続いていまして、一つの建物はそれぞれ4階建て、6階建て、5階建て、かなり大規模な建物になっています。またそれぞれの建物にウエストコモンズ、イーストコモンズ、クラスコモンズと呼ばれるラーニングコモンズが入っていまして、様々な学習の場として学生に利用されています。その中で特にクラスコモンズは学部生、特に1、2年生が利用しやすい空間として設計されています。学部生に向けてどんな学習支援が行われているか後にご紹介いたします。メモリー大学の図書館の場合と同様に、こちらでも静寂エリアと会話可能エリアのゾーニングがはっきりと示されていました。こちらはイーストビューにあった掲示ですが、1、2階は会話可能エリア、3階から6階は静寂エリアというように階によってルールがはっきりと分けられてきました。
ホワイトボード、またグループで学習できる空間、それからリラックスできるスペースなど、範囲自由度の高い空間となっていました。特にこちらの図書館の場合は、ホワイトボードがグループ学習室を行えるようなエリアだけなく、この右下の写真がそうなんですけれども、こういった何気ない廊下などにも置いてありまして、学生は自分の使いやすい場所に自由に動かして、このようなホワイトボードを使うというお話でした。その中で、特徴的だったスペースやサービスについて、いくつかご紹介します。まずはこちらのイノベーション&デザインコラボレーティブです。イーストビーディングの1階にある部屋で、ものづくりやデザインを通して教員と学生をつなぐ場として提供されています。学生のアイデアを形にすることを支援し、学生にものづくりやデザインのアドバイスを行います。こちらの写真では透明な壁にキッチンアシスタントが対応できる時間が含まれています。3D プリンターを使った作品作りのサポートも行われているそうです。次に同じくイーストビューディングの地下にあるマルチメディアスタジオです。こちらが部屋の機材の様子ですが、こちらの部屋にはフォトショップやイラストレーターといったアドビソフトウェアがインストールされたパソコンの他に、オーバー印刷のもののプリンター、スキャナーなどマルチメディアコンテンツ、学生に適した環境が整備されています。部屋の中には学生チューターが常駐し、ハードウェアとソフトウェア両方のサポートを行っています。また、図書館内でフォトショップやイラストレーターなどソフトウェアの両方を指導するセミナーも行われています。次に、プラスコモンズ内にあるセンターフォアアカデミックエンディスメント、それからセンターフォアアカデミックサクセス、という2つのスペースについて報告します。こちらもそれぞれが特別性の学習支援の場です。センターフォアアカデミックエンディスメントは学部生の研究活動を支援する場です。さまざまな分野の博士号を持ったスタッフを中心に運営がされています。南大アジアディスタルト研究プログラムという学部生が研究に取り組む機会を提供し、学生が自分が興味を持った研究領域について適切な指導者や必要なリソースを見つけるサポートをしています。またシンポジウムを行って学生に研究発表の場を提供したり、ワークショップを行い、他の学生と意見交換をする場を設けています。またセンターフォアアカデミックサクセスでは、こちらの学部生に対してのサポートを行っています。基本的に学生のチュータリングを実施していまして、そのチューターの学部生が務めています。基本的に1対1でのチュータリングを基本としています。チューターも同じ学部生ではありますが、チューターになるには GPA3.0 以上などの優秀な成績を収めていること、またチューターを担当しようとしている分野の教員間推薦状などが対応の条件として求められています。さらに学部生に対して大学院生が支援をする学習相談です。
考えられるのは、設備やサービスが充実していたとしても、それが利用者、特に学生にはまだ伝わっていないのではないかということが考えられます。こちら、千葉大学附属図書館、それからアカデミックリンクセンターの全体数ですが、このように、個ごとに静寂エリア、特会が可能なエリアが分けられています。ただ、一つの棟の中にも、スペースごとに違うルールが適用されている場合もあり、特にこの左端のビル棟は昨年10月に改修工事が終わったばかりということもあり、まだ学生への周知が必要なように思います。今このセミナーを行っている場所はこちらのライトですが、こちらの2階にはコンテンツ制作室と呼ばれるマルチメディアコンテンツを作成支援をする場所があります。しかし図書館の資料や閲覧的と離れた場所にあるため、そもそもその棟自体が入れる場所だったら知らなかったという学生の声を聞くこともあります。どこにどのような機能があるのか、利用者にさらに知らせる工夫が必要になって利用者にさらに知らせる工夫が必要だと考えられます。現在、コミュニティ大学の図書館にあったような大きな建築物を貼れる案内板を購入し、サイトの場所や機能について案内を工夫する予定準備を進めています。また、コミュニティ大学のところで ECDS についてお話ししましたが、千葉大学の電子コンテンツの提供には力を入れています。しかし、学生に関してはそのコンテンツの存在自体が知られていない場合があるのが現状です。さらに、アカデミックリンクセンターのプロジェクトの中では、電子化した教材や動画の提供も少しずつ行っていますが、学生にどのような形で提供し、どのような効果を行っているかというのは、日々の大きな課題となっています。さらに、今ある設備やサービスに関して、学生からどのような要望を受けるかも、今までの調査などから分かっています。学生からは図書館を24時間体感してほしいという声もあります。今回訪問した大学図書館は24時間開館のものもありましたが、利益の面や運用の面から見てもそれをそのまま千葉大学で行うことがかなり難しいということも分かりました。施設や実際の運用面から実現も難しいものもありますが、こういった要望制度を職員と把握し、どういった形で迎えていくか考えていく、すでにアカデミックリンクセンターでは学生の学習実態を知るためにさまざまな調査が行われています。今の設備やサービスについてさらに学生の学習の仕方に沿った形で提供できるように、今回の訪問調査に実際見てきた各大学図書館の事例を参考に考えていきたいと思っております。確かな報告は以上です。成長ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと時間がまだ余裕あるようですので、単純な質問はできれば今お受けしてしまおうかなと思います。若干補足をさせていただきますけれども、エモリ大学もジョージア工科大学も、まあ、アンダーグラジュエートとグラジュエート両方のプログラムを持っていただいたと思うんですが、エモリ大学の方はアンダーグラジュエートは基本的にはザ・ビリベラルアーツ・カレッジのタイプの教育を受けていること、それに対してジョージア工科大学の方はリベラルアーツカレッジと同時に、まあ、いくつかの領域ごとのカレッジをアンダーグラジュエートのプログラムで持っているというですね、ことになります。それで、一番最初の目的のところで、やはりその教育部的なものがあるところでも、まあ、学習支援機能をどういうふうに考えるかということで申し上げましたけれども、実際聞き取り調査の中では、例えばいわゆるそのリベラルアーツカレッジに入った学生がイメージを選ぶとか、そういったようなことに対する、まあ、支援というのはどういうふうにやっているのかということも実は聞いております。で、森大学での、その教員の話ですけど、まあ、そういったやっぱり支援活動というのは、図書館がやるというよりも、むしろそれはやっぱ教員の方がやっているというような話をして、で、むしろ図書館での、その学習支援活動というのは、
して、やはりリサーチをどのようにランキングかということに対する支援活動が中心であるというようなことが言われておりました。若干補足ですけれども、補足させていただきます。はい、では、もしも単純なご質問があれば、お願いできますでしょうか。はい、じゃあ、文教大学と鈴木と申します。興味深い報告会でございました。単純な質問かどうかよくわからないんですが、スライドの15、16あたりに出てくる ECDS という組織ですね。これちょっと見て聞くと、なんか日本でいうところの業務委託のようなイメージがしなくもないんですけれども、まあ、おそらくそうではないんだろうと思いますので、ちょっともうちょっとこれがどのような組織であって、図書館とどのような関係をについてちょっと討論していただければと思います。業務委託という印象を与えてしまったかもしれないんですけれども、この ECDS という組織のスタッフ自体が図書館の職員そのままであったり、MA 大学の教員そのままという構成になっています。なのでこの組織に業務委託をして何かしているというわけではありません。センター号デジタルスカラシップというのは、先ほど ISA の報告にもありましたけれども、今日アメリカの大学、あるいは大学図書館のいくつかのところに移設されるようになってきている、新しいタイプ の, 電子情報源を提供する、あるいは電子情報源を作り出す機能を持っているセンターであります。で、どちらかというと、研究志向のセンターというよりも、電子教材等々の作成を中心とするサービスを施行するセンターとして作られているもので、これは文献的な知識ですけれども、多くのセンター号デジタルスカラシップはかつてアメリカの大学図書館、大学でかなり広く展開されてきた地理情報システム、ジオグラフィカルインフォメーションサービスとかジオグラフィカルインフォメーションシステムといったようなものの展開系として、このようなものが作られているケースがかなり多く、森大学のこのセンターも比較的新しいもので、で、経営の形態としては外部資金を導入することによって、運営をしているというふうになっておりますけれども、ただこの外部資金は、マッチングバンドを要求しているものですので、森大学としても一定額の経済的な負担はしております。確か数年間で1億ですね。それぐらいの予算の規模で動いております。で、ここで自治体に行われているものについてはスライドの17のところに簡単に触れられておりましたけれども、バーチャルローマプロジェクトといったような、その古いローマ時代 その地図などをうまく使って街並みを再現したりするとか、アトランタスタディースネットワークといったような、そのアトランタ地域に関連する研究プロジェクトとかイベントの集約とか、あるいはこのベースの上で新しい電子ジャーナルを発刊するとかといったのが、このセンターの活動として行われているというような状況かと思います。失礼します。はい、ありがとうございます。心配何かございますでしょうか。よろしいですか。それではどうもありがとうございました。では次のプレゼンに行きたいと思います。次ですけれども、事例報告の1といたしまして、千葉大学の図書館の中原がアメリカの大学学習支援ピアサポートを中心にということで報告します。千葉大学附属図書館利用支援作家の中原です。以前より引き続きまして、アメリカの大学学習支援ピアサポートを中心にと題しまして、私の方から話をさせていただきます。よろしくお願いします。まずタイトルにピアサポートという言葉を使ったんですけれども、ピアサポートを現代用語の基礎知識で、聞いてみますと、同じ立場の当事者同士が互いに助け合うことを指し示します。で、この発表の中では、こちらでは、学生が学生の授業会で教える中間生徒のことを指すというふうにお考えください。
ピアサポートといいますと、日本でもすでに複数の大学でこのような、大学院生とか、学生さんがチューターを行って、学習支援に携わっているという例が非常に多く見られるかと思います。写真はその千葉大学の図書館の、今はちょっと春休み中なのでお休み中なんですが、こちらで学習支援をしてもらっているアルファ ABS という人たちになります。大学院生の、チューターさんですね。で、このような取り組みへの日本のいろんなところでやっているんですけども、よくこのピアサポートに携わる人たちの間でよく難儀が聞かれるんですけども、例えばせっかくチューターさんがいるのに相談件数がなかなか増えないですとか、学習支援の質問来たと思ったら育成の式の作り方わからないので教えてくださいとか、そういった実質的なことばかり質問される、そういう質問を相談受付と思われているのかなという、嘆きだったりとか、それから学習支援に関わらない先生方との関係に気を使わないといけなかったりというふうな、ことが聞かれます。そこでアメリカの大学によってより先進的な取り組みをやっているということで、訪問をしてお話を伺ってきました。で、訪問先は、先ほどアトランタのエモリー大学と創社工科大学について、伺ったんですけども、今度はサンフランシスコの方に飛びまして、カリフォルニアの2つの大学を見学してきました。2月19日に行ったのがカリフォルニア州立大学イーストビーコン、もう一つが、2月20日カリフォルニア大学バークレー校、どちらもカリフォルニアの州立大学です。もうご存知の方もおそらくいらっしゃるかと思うので、簡単にだけ説明するんですけども、カリフォルニアの州立大学を大まかに分けて3つあります。で、そのうち州立大学でカリフォルニアステートユニバーシティというのが、真ん中ですね。こちらは学士課程と修士課程があります。で、一番下のユニバーシティオブカリフォルニア、カリフォルニア大学には、学士課程、修士課程、博士課程の3つございまして、こちらは研究機関としての性格を持っていて、全米トップレベルの難易度ということを伺っています。ではまず時系列順にイーストベイの方から、ご紹介をしていきたいと思います。カリフォルニア州ヘイワード市にあって、もともとヘイワード校という名前がついていたらしいですが、最近イーストベイというふうに名前を変えたそうです。1957年の設立で、カリフォルニア州立大学の23校あるうちの1つです。総合大学として有名なんですけども、特にビジネスや経済学、教育学の方面で非常に力がある大学だということです。そのカリフォルニア州立大学イーストベイ校で、学習支援の拠点として機能しているのがこちらのスチューデントセンターフォーアカデミックアチーブメント、皆さんスカーというふうに略称で呼んでらっしゃいました。こちらは図書館の一角にあるフロアなんですけれども、交換図書館のフロアはいわゆる大学図書館という感じの静かで、みんな学生が一生懸命勉強しているという静かな空間なんですけれども、こちらの、スカーのフロア、図書館2階に関しましては、会話可能エリアと奥見えづらいんですけれども、ちょっとアーティスティックな壁になっていて、なんか喋ってもいいよという感じで気楽に入れる空間になっています。こちら図書館内の一角にありまして、学生チューターさんが、学習支援を行うという場所なんですけれども、運営しているのは図書館だそうです。で、スカーの、運営に本人は関わっていないというようなお話を伺いました。それで、私たちが行った2015年2月の時点でチューターは38名在籍をしていて、マス・スタティスティクス・ライティングの3分野についてチューターリングを行っているというお話です。それでオンラインライティングラボと称しまして、ライティングについてはオンラインでもチューダリングを行っているというふうな話を伺いました。チューターの利用法は大まかに分けて3種類ありまして、予約表で、このスカーのフロアに直接行って30分間だけ、授業を受けるドロップインチューダリング、それから、学期中毎週1時間、補習のような形で、
時間を決めてやるウィークリースタンディングアポイントメントというやつ、それからワンアワーアポイントメント、こちらは予約を入れて1時間、一緒に勉強をするというもの、主にこの3種類でやっているそうです。予約はスターのデスクに直接行って、申し込むか、それから電話かメールで申し込みができるということです。で、予約を何度かすっぽかしてしまったような学生さんは利用を停止されてしまいます。それから、オンラインの活用をしているというのがイーストベイの方では特徴的でして、先ほどご説明したオウム、オンラインライティングアウトという他に、チュータリングというのを実施しているそうです。こちらは学部生限定のサービスなんですけれども、ヨーロッパの方で組まれているコンソーシアムに参加することで利用ができるサービスだそうです。現在世界の様々な科目に対応しておりまして、担当講師とオンラインで参考できるのは非常に便利なシステムになっているそうです。そこで、直接イーストベイのこのスカーの運営している図書館の方々はチューターさんの方が、いらしていたのでお話を伺うことができました。それで、まずチューターさんは非常に意欲が高いなというふうに感じたのがまず第一印象だったんですけれども、こちらに書いてありますように、成績評価に、チューターの活動が直結しているというのが、私にとってはちょっと驚きでした。まず先ほど見てから説明がありましたジョージア工科大学の方でも、チューターさんが訪問に申し込むときには成績が 3.0 以上で、しかも教員の推薦が必要というようなことを言っていましたけれども、スカーも同様に成績を提出して、あと教員の推薦状を出さないといけないということになっています。それで教員の方々はこのスカーでのチューターさんの活動をすごく高く評価してくれて、成績に反映してくれるというふうなお話を伺いました。そして、2番目にこれも私には思いきだったんですけれども、就職活動で有利になるということを言われました。チューター経験者さんは、自分がどのようなトレーニングを受けていて、どのようなパフォーマンスをチューターリングで行えるかということを非常に強くアピールを示すことができると。それで大学側としても地元企業に、チューターさん、うちのチューターで採用している子たちとこんな人材ですよ、どうでしょう、どうですか、欲しいでしょうというふうなことをおっしゃって、そのような環境を作っていると伺っています。チューターさんは、そのチームを組んで、お互いの活動を相互評価するということもありまして、他人の活動を見つつ自分の活動もどんどんブラッシュアップしているというチームワークでの利点もあります。もちろん大学の敷地内でこういった、職業についてお金をもらうというようなことは、学生への大学からの経済支援という意味合いでも、特にアメリカでは強いんですけれども、ここの、チューターさんたちのお話を聞いていると、給料以上の価値がチューターにはあるんだなというふうなことを感じました。次に20日に行ったカリフォルニア大学バークレー校のお話をさせていただきます。バークレーは説明の必要がないぐらい有名な大学といってもいいのかなと思うんですけれども、1868年に設立でカリフォルニア大学の機関校となっていますが、世界的に評価の高い総合大学です。そのバークレーの学習支援の拠点として、機能しているのがこちらのスチューデントラーニングセンターです。通称 SLC と皆さん呼んでいらっしゃいました。こちらの建物なんですけれども、キャンパスの入り口近くで非常に人通りの多いエリアにある建物の一角を利用しています。実際にここ1階ですけれども、上のフロアも吹き抜けになってて、2階も、その中退を行う場所として使われています。ちょっと同じ建物に食堂があったらしくて、私たちがいたこの時間帯4時半頃ですけども、なぜかフレンチフライの匂いがなぜか充満していて、ちょっと私ここで勉強するのは嫌かなと一瞬思ったんですけど、でも学生たちが非常に活発にグループ学習を行っていたのがとても印象的でした。こちらの SLC でもお話を、アシスタントディレクターの方にお話を伺うことができました。図書館が設置され
されている施設で、図書館とは関係がないセンターなんですけども、1973年設置という非常に古いセンターです。管轄しているのは、ビジョン・オブ・ティーチング・ラーニング・アカデミック・ラーニング・ファシリティスと、ちょっと訳すと、おそらく教育学習学術企画学のような感じになるんじゃないかなと思うんですが、事務方によって統括をされています。そしてこちらでも、やはり学生チューターによる学習、研究支援を行っているんですけれども、チューターが非常に多くて、250人から300人在籍をしていて、それをサポートするのが修士号、博士号を取得したスタッフ20名ということでした。でこちらは基本的に対面での学習支援を行うので、オンラインでの質問は受け付けませんよというふうに、話を伺っています。イーストウェイと違って、UC バークレーの特徴だなというふうに思ったのが、中華さんの対応分野です。今こちらに8つ表示していますけれども、右側に並べているのは全て研究支援の分野なんですね。ただの科目ではないということです。上から、研究生向けの学際リソースと研究生向けのプログラム。2番目が、これは留学生向けのプログラム。3番目がスタディストラテジーズで、これ研究生アンダーグラジュエイト、学部生向けの支援者トレーニングなどのリソース。こちらは教育学的な支援を行い、たくさん人がいる中、グループの中でどのような研究活動、学習を行っていくかということを教えていくという、コースだというふうに聞いています。そして中間の利用方法、さっきのウィストベイのように簡単に示せればよかったんですが、かなり分野によって様々な利用方法があって、とても一言では言い表せなかったので、その一部をご紹介をします。まず、ドロップインチュータリングでは、先ほどのように、1つのフロアで、1対1、もしくは1対2とかで、学生が学生を教える支援方法、これは予約は不要なんですけれども、こちらの写真で出していますように、ドロップインスケジュールと称しまして、中華さんのお名前を付箋に書いて、目立つ字代わりのところに貼っていて、今誰が空いているのかということが分かるようになっています。それから、スタディグループ、グループ学習になると思います。ラブジャットコース、こちらは補習ですね。それから、モックエグザム、これは模擬試験。それから、ワークショップに夏休みの、特別なプログラム。などなど様々な課程が用意されています。さすがにスタッフ専門のスタッフがいるだけあって、かなり柔軟でかつきちんとしたプログラムが組まれています。そこでこちらでも、非常に特徴的だなと思ったのが、チューター同士のコミュニティの形成という側面でした。まずチューターさんが先ほど250人から300人ほどいるという超大所帯の、コミュニティだというふうなお話をしたんですけれども、新しいチューターさんが入ってくると先輩のチューターが、指導に当たるというふうな話を聞きました。それで、そのチューターの中のコミュニティに入って、そのままずっと仲良く続いていって、卒業後も右側に今 Facebook のページを出しているんですけれども、卒業生、同窓生の集いというのをコミュニティページがあるそうです。でさらに言うと、先ほど1973年設立と、ありましたけれども、それがもう40周年を迎えたということで、このように盛大な式典を開いて同窓生を、集めて、やったということなんですけれども、このように何かしらこのバークレーを旅立っていった、卒業生たち対しても非常に求心力のある組織だということがよくわかります。でもちろんその旅立っていてあと何もしないというわけではなくて、 SLC スチューデントラーニングセンターにボランティアでお手伝いに卒業生が来るということもあるそうです。非常に大学に対して帰属意識が、高まっていることが伺えます。これもおそらくチューターの中で、特に大規模ということもあるんでしょうけれども、中華で仲良くなっている
定の中でこのようなことが起こるのではないかなと思います。それから、先ほど図書館とは関係ない組織だよというふうにお話をしましたけれども、図書館との関連について、一応お話を、付け加えておきます。バークレーには、キャンパスとても広いんですけれども、その中に27もの図書館が点在しています。メインライブラリーが2つあるのと、各部門に特化した専門図書館が、ありまして、合計27、膨大な蔵書を持っています。その中で、モビットライブラリーでのワークショップ開催というふうに書きましたけれども、モビットライブラリー、こちらはメインライブラリー2つのうち1つです。で、グループサービスがとても多い、図書館なんですけれども、こちらでワークショップをよく開催しているので、 SLC としてもこちらのワークショップをお願いして開いてもらうというようなことを言っていました。その内容としては、ここに表示している通り、研究の手順や手法ですとか、研究論文の書き方、図書館の基本的な使い方といったことをワークショップで、学生たちは教わるそうです。学生たちは、バークレーに行って学ぶ意欲と能力がとてもあるんですけれども、でも資料の探し方ですとか研究の仕方というのは学ばないと思いつけてくれない。ですので、そういったことを教えるのを専門にしている図書館職員が、そういったワークショップを開催してきたという実績があるので、これは使わないではないということで、このようなコラボレーションを行っているという話でした。そこで、これまで2つの大学の編成学習支援についてお話をしてきたんですけれども、それでは、今後このアメリカの優れた取り組みをどう日本に反映させていけばいいのかなということを、お話をしていきたいと思います。まず前提として、取り入れるといっても、一概にアメリカの制度を真似するということはとてもできないということはお話ししておかなければならないかなと思います。なぜなら、大学や学生を取り巻く社会状況、文化などなどがいろいろ違いがありまして、とても取り込んでも拒絶反応を起こしてしまうであろうということが確実だからです。そして、アメリカが全てすごいというわけではなくて、共通して抱えている問題点も存在するということが分かってきました。ここに書きましたが、学生がせっかくあるレファレンスツールを使いこなしてくれない、使いこなす機会がないというのと、レファレンスツール優れたものがあるというふうに気づいて使い始めるのは陰性になってからというふうな話を伺いました。それから、私これちょっと驚いたんですけれども、アメリカの学生オフィスアワーを使ってガンガン質問してきそうなものなんですけれども、オフィスアワーを実施しても学生が来ないのはアメリカも同じだという話を伺いました。それで、日本の学生はどんなスタイルで学習をしていて、どんな力を持っていて、それに対して、日本の大学側が一体どんな資源を持って、どのような支援をするのかが、こちらが分かっていないといけないということを、実感しました。そこで、アメリカの大学のピアサポートの環境として、ちょっと4つの要素を今取り上げてみたんですけれども、まず、アメリカの大学のピアサポートの体制というのが整えられたのが、まず学生の属性が非常に多種多様であることに気にするというふうな一面があります。社会人経験があって、しばらく高校の学習から離れていた、それで転入してきた学生さん、英語学習でなかなか授業についていけない留学生の人、それから経済状況が不安定で、なかなか授業に出てこられないような学生さんというのがありまして、こういう人たちはちょっと取っておくとドロップアウトしてしまう危険性をはらんでいます。彼らを、なんとか学習支援の枠に囲い込んでドロップアウトを減らしていこうという考えがまずあります。それから、こちら学生チューターが非常に意欲が高い、大学で働くということに、特に、疑問を持たないというとあれなんですけれども、学生中華が非常に意欲が高いということは感じました。中華人の経験が社会的に認められやすい環境になるんだなということを思ったんですけれども、就職活動、成績評価、それから経済的な支援、それから、
チューター同士がコミュニティを作るというのも、チューターにとっても価値ですし、充実した研究を受け研修を受けてチューター自身が成長できるというのが非常に大きいなというふうに感じます。それから教員との関係というふうに書きましたけれども、先ほどオフィスアワーはなかなか利用してくれないということを言いましたけれども、学生の学習補助にまで手が回らない、研究で手一杯になってしまうという先生がアメリカにも多いということを聞いています。それから最後に図書館ですけれども、こちらはアメリカの大学に行くとすごく実感するんですけども、大学図書館が大学の中心にあるなというのが大学のアメリカの特徴かなと思います。サブジェクトライブラリアンというのは多分こちらいらっしゃっている方よくご存知かなと思うんですけれども、特定分野に関して専門的な知識を持っていて、教員や大学院生の質問にすぐ答えることができる研究支援の窓口的存在がアメリカの大学の中ではあります。彼らが教員とのつながりを保ってくれて、非常にスムーズに学習支援をしやすいという一面があります。それから各種ワークショップを開催しているという実績もあるので、 SFC のようにすぐにワークショップ依頼が来たら対応ができるということもあります。これがアメリカの大学のピアサポートで重要な要素なのかなと思います。ではこれを日本に反映させられるのかというと、要素がまた違ってきます。まず学生、入学してくる大学生たちですけれども、ほぼ全員が高校からの進学者というのが、ある種特徴なのかなと思います。高校までの学習内容と大学での学びのミスマッチが発生しているので、こちらをカバーする必要があります。また、大学図書館は、アメリカほどもしかしたら授業されていないのかなというところがありますが、これが資源であるということは間違いありません。大学図書館はまず、学習可能な空間、それからいろいろなコンテンツを開館時間中提供してくれます。職員もワークショップや講習会の開催実績がありますので、これを学習支援につなげることができる、ポイントなのかなと思います。ただ、さらに資源価値を高めていって、ワークショップももっと実践的なものの方法に進めていくですとか、空間コンテンツの利用をさらに電子的なものに対応していく必要が、これから出てくることを、でしょう。そしてちょっとチューターと教員についてはおそらく個々の大学でそれぞれ事情があるかと思いますので、一概にこうというふうに言うことはできないんですけれども、今日チューターさんや教員に対して、大学側がどんな価値をピアサポートの中で示していけるかというのが非常に重要なのかなと思います。さっきもちょっとお話をしましたが、イーストメインのチューターさんが就活に有利というふうに、かなり植物的な価値があるんだなというふうに、お話を伺ったのがちょっと私の中では衝撃的でした。学習支援を大学で行う、それに対してお給料をもらうというのだと、単純にただ単に家庭教師と変わらないようになってしまうので、そこに何らかの価値を大学から付加していくということが今後できるんじゃないかなというふうに私は可能性を感じます。今後学習支援機能の設計につなげるために、今回の、視察した内容を出していきたいというふうに考えています。参考資料としてつけておりますのは、イーストベイのスカーとバッフェイ SLC のホームページ。今日はお話ししきれなかったことがたくさん載っていますので、ご興味をお持ちの方はこちらもぜひご覧ください。それでは私の発表は以上でございます。ご清聴どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。若干時間がありますので、単純な質問等をお受けしたいと思います。早稲田大学の図書館から参りました野次と申します。校舎の、バークリコのカルフォニアの、事例の紹介で、図書館と、それから別な組織、その
チューデコモンズが運営されているというご紹介があって、そこがとても興味深かったんですけれども、あのその当時説明の中で、図書館は、ね、モヒットラブラリーのワークショップやワークショップ開催されるというあのこともあるというご紹介いただいたんですが、これはあの図書館が、図書館の職員が関わって、行われたものですか、それともその図書館とは別のそのなんか土浦コモンズの運営している機関が行うものなのか、そこをあの教えていただければと思います。ありがとうございます。このモヒットライブラリーで開催されているワークショップが図書館職員が行うのか SFC の職員が行うのかということですね。はい、こちら、ね、お話を伺ったところではあの図書館職員が、開催する、つまり SLC の依頼を受けて図書館職員が、教えるというふうなことでした。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは次の事例報告にいただきたいと思います。1つ目の事例報告といたしまして、千葉大学文化の他によりどのように学生を知ろうとし、どのように学生を支援しようとしているのか、イェール大学、マサチューセッツ大学、アマース東高での紹介からでございます。よろしくお願いします。こんにちは、千葉大学図書館の谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は、どのように学生を知ろうとし、どのように学生を支援しようとしているのか、イェール大学、マサチューセッツ大学、アマースト校での調査からという題名で発表します。昨年10月にこの2校に訪問してまいりました。イェール大学では学生行動調査について、マサチューセッツでは学習支援について見てきました。まずイェール大学の方からお話をしたいと思います。これはイェール大学の図書館の一つです。15、6個ぐらい図書館があるそうです。スターリング図書館という図書館で、イェール大学ができた時からあるとしたら18世紀の建物です。最近中を回収、なんかきれいにしたと言ってました。イェール大学では学生調査について2つインタビューをしました。それぞれ別の学生調査のリーダーの、です。右が私です。2人の話をまた私自身も千葉大学で学生行動調査に、参加をしているんですけれども、そこから考えたことについて発表します。あくまで図書館の人が、こうした調査をするときの、考え方のプロセスっていうのはこういうものなんじゃないかな、こういうのが適当なんじゃないかなと考えた、私は考えたものです。段階として4つ挙げました。まず問いを立てる、具体的に説明します。例えば、何が最初にあって、調査のための問いを立てるかという話なんですけれど、例えばこういう疑問があるとします。バイナンス、せっかく開催しているのにあんまり人が来ないとか、たくさんデータベースを買って、いるのに、それをなんでちゃんと使いこなせないのかとか、新しいスペースを作ってもあんまり人が来ないとか、図書館員がレファレンスデスクで待ち構えてるのになんで質問してくれないのかとかいう問いがあるとします。私もこういうことを思いがちなんですけれど、こういう問いって図書館の中だけの問題で、図書館のための質問になっている。ガイダンスに学生を引っ張ってこようとするとか、論文をうまく使いこなせるように学生を指導しようとかいうふうに、学生の行動を図書館のやってることに合わせて変えようとしているというものなんじゃないかなと、ふと思
思いました。でそうではなくて、例えば、学生の声だとか、大学、自分の大学の状況だとかを踏まえた上で、調査のための問いを立てる必要があるんじゃないかというふうに思いました。例えば、何か全学のアンケート調査とかを見て、でキャンパスの中に、あまり勉強するスペースがないんだよねっていう自由記述があったりする。それはなんか1年生に多いみたいなとかいう傾向が例えば見えたとする、これなんでなのか、あるいはこれは後で紹介する、利用者調査の、きっかけ、この実際にきっかけとなった話なんですけど、ある分野の院生の終了が他の分野の院生に比べて遅いという傾向があって、それが何でかということを最初に思って調査を始めたということがありました。で序盤だけの話じゃなくて、学生、自分の大学の学生とか、大学の状況を見た、知った上で、ちょっと序盤何ができるのかを考えるために学生のことを知るというのは調査の順番というか問いの立て方なのかなと思いました。図書館の方が学生の実態に合わせて変わるとか何かするということは重要だと思います。2つ目、学生に聞く、例えばさっきの問いなんですけど、これを直接学生にさあ何ででしょうって聞いても、分からない。学生はそんなことは、そう思うことはあるかもしれないけど、分からない。学生にその聞くんじゃなくて、学生に何を聞くかっていう話です。なぜっていうのを考えるのは、調査をする場は、でここだと図書館のことなんですけど、でそれを考えるための材料として、学生自身のことを聞くんです。何をどういうふうに勉強して、こういうふうに大学生活を送っていますが、で次、学生が何をどのように勉強しているかを知るです。でここで行くのはやっぱり間違いがいけなくて、図書館をどのようにあなたは使っているのですかと聞くわけではなく、これは聞いてもいいんですけど、メインの質問はこれではなくて、あなたが普段どのように生活をしていて、どのように勉強していて、あるいはどういうふうに遊んでいているのですけど、何をどうやって勉強しているのかを聞くということで、その中で図書館を使っている場面も出てくるかもしれないし、やる出てこないかもしれないですけど、で、これインタビューをすることを前提としてますけど、学生の発言をその後分析して、で学生がどういうことに、普段何をしているのかとか、その上でここが困っているんだとか、不満に思っているんだとかっていうのを調査する方が発見していく。で具体的に、この後紹介する2つの調査、千葉大学でもやった同じことやったんですけど、アンケートとインタビュー両方を組み合わせた調査を行うことで、より充実したデータ、それぞれ取れるデータが異なるので、いくつかの調査を組み合わせて行うのが良いかと思います。で誰が調査をするか、図書館員だけよりも、調査のプロ、あるいは図書館以外の人と、一緒に調査するというのがいいかと思います。この後出てくるのは、人類学者、社会調査のプロを呼んでレクチャーをしたという例と、図書館員がそのプロであったという例です。千葉大学だと図書館の人プラス、調査の専門家の先生で、一緒に調査を行いました。あるいは、あと出てくるのは、その学生をインタビュアーにしたという例もありました。最後、
ここが、一番重要だと思うんですけど、100点満点の調査をしたとしても、その後良かったねで終わるとダメだろうと思います。でこれを踏まえて何かを変えることがここの哲学に考えます。で学生にとって、あの時の調査でっていうふうに思わないかもしれないんですけど、なんか変わったなとか、なんかいい方向になったなっていうことを実感してもらえたら信頼につながりますし、そうじゃなかったらもう絶対協力なんかしないって思うので、なんか実行につなげることが大切だろうと思います。じゃあ具体例を説明お話しします。一つ目が人文科学専攻の博士課程の学生を対象でした。この人文科学の課程の学生の修了が他の分野だったの忘れちゃったんですけどと比べて遅いっていうのを、なんか前々からこの人は思ってたらしく、実際いろんなデータを見てそのようであると、ということを思ってたらしいんですけど、学生に聞いてどんなふうに勉強しているかを聞いてみれば、どこでつまずいているのかとか普段困っていることが分かるかもしれないと、で図書館で何かできることがあるかもしれないというふうに考えて、調査を行ったということでした。調査メンバーは、さっきの人がリーダーなんですけど含めて11人、普段から人文科学の学生と交流がある、図書館員ということでした。つまりその人文科学系の図書館にいる人ってことだと思うんですけど、でそれ と、人類学者の人、がずっと一緒にいたわけじゃないんですけど、2日間、レクチャーのために来てくれたということでした。レクチャーっていうのは学生への質問の仕方、あるいはどういうふうに質問項目を作ればいいかということを、朝から晩まで取れなかった6時ぐらいまで飛び地やったということでした。基本的にこういった調査をやるのはみんな初めてですというお話でした。対象は先の学生で、メインはインタビューですが、事前に学生の基本的な情報、欲しいとか、専攻とか、インタビューでわざわざ聞かなくても分かる情報を先に調査をして、で1人1時間程度インタビューを行ったということです。インタビューは、書き起こしを依頼して書き起こしたものを、接点化して、で重要なところをカード化して、それをもとに、分析を重ねたということでした。ちょうど行った時に調査がやっと終わったんだよねっていうぐらいで、今結果をまとめているところだそうです。で調査結果で分かったこと、こんなことが分かりましたっていろいろ教えてくれたんですけど、学生の対象とした学生の多くが、海外に行く必要があると、でそのための準備とか、2時間がかかるようだと、またこれはそうなんだと思ったんですけど、学論の執筆前のトレーニングが十分じゃないようだと、でなのにいきなり書けというふうに言われるということでした。この辺に、つまずきの原因があるのかなという話でした。で、あと分かったのは、学生とかその院生は自宅で勉強している、図書館に必ずしも来るというわけじゃない、図書館に来るときはオンラインでは見られないような資料を見に来るというふうに、貴重書とかそんなもの見に来るときには来るけどねというふうに言ってたということです。また、これは、長期期間中で今集中できるというとき、つまり学部生、うるさい学部生がいないときに限って図書館が早く閉まっちゃうと
ていうような話もあって、この辺はすごい改善できるかなというふうに思いました。で、まあ、分析が終わったところだっていうことだったので、具体的にどう対応するかというのをこれから考えますという話でしたが、例えばあまり図書館に来ないとか外に海外に行ってるとかいう話を聞いたので、いろんな意味でオンラインのコンテンツとかを増やすのが大事なのかもしれないというのが一つおっしゃってたことでした。2つ目が、これはもうちょっと規模が小さいんですけど、音楽の専攻の大学院生を対象とした調査でした。スクールオブミュージックというのは音楽の大学院一つですが、いくつか音楽系の大学院があったんですけど、この人たちがどんなサービスを必要としているか、で図書館として何ができるか、学生にとって必要な存在でありたいというふうに言ってたのがとても印象的でした。この人が、図書館員なんですけど、人類学の勉強もしてその博士号も取っている人です。であエミリーさんというんですけど、その人が1人と、あとは、同じ学生が3人です、この大学ね、スクールミュージックの大学院生相手にインタビューするんですけど、インタビューする人も同じ学生ということです。エミリーがこの人いいわと思った人を一本釣りしてきたということでした。で、学生を対象にしたインタビューで、さっきのと同じように事前にアンケートを取って、その後インタビューで発言結果に発言を分析したということでした。まあ、一部なんですけど、やっぱり図書館の資料はあんまり買わないんだよね。図書館にあんまり来ないっていうのは、楽譜をたくさん置いてあるんですけど、それを印刷する機会がないらしくて、あとは楽器の練習場所なんかもないので、図書館に来てもやることないみたいな感じだそうです。で、自分たち そのスクロールミュージックの方にラウンジがあるので、そこでくつろいでることが多い、そこに滞在していることが多いという結果があったということでした。で、例えばこういう結果を受けて、彼女は何をしたかというと、資料をあまり使わないのは、資料は知らないからであるとか、なんで知らないかというと見えてないから、なので、見やすい場所に移動させたそうです。すると、なんか使うようになるということでした。図書館にあんまり来ないという話は、じゃあその前の居心地のいい場所を作ってきてもらうということを考えて、ラウンジスペースを今そこで作ってるんだというふうに教えてくれました。あと、図書館に来ないんだったら私の方が出ていくわということで、学生たちがいるところ、まあ、つまりここだ、今回だったら、スクールミュージックの方に自分が、出向いて、いろいろ図書館のリソースの紹介をする。これからやるというふうに言っていましたけど、エンベテッドライブラリアンシップというふうに言ってましたが、それを計画しているということでした。さっき出した行動調査のプロセスのまとめです。問いを立てるというのは図書館の話じゃなくて、学生とか大学に目を向けるこの必要性、それから学生自身のことを言って、その情報から、考える。で、学生が何をどのように勉強しているのかを知るには、図書館員じゃなくて、他の人の目とかでも必要であると。で、調査の結果、分かったことをもとに何か実践する。で、多分変えたこと変
環境を変えて何年か経つと、やっぱりその変えたことの評価のための調査っていうのが必要で、でこういう調査を継続していく必要があると、お二人ともおっしゃっていました。イエルの話はここで終わりです。もう一つ、アマーストマサチューセッツ大学アマースト校の話をします。これが著版です。アマースト校は世界一高い大学図書館だったんじゃないかと思います。1位か2位か。最上階が26階で、地下1階まで。この中に、書庫とかいろいろ入っていますが、今回紹介するのは、この真実です。マサチューセッツ校に行ってみて、マサチューセッツ大学に行ってみて、学習支援のために何が用意されていたかっていうのを考えると、何かやるための場所とそれをサポートするための人というのがセットになって置いてあったなと思いました。でも、中小説の場合は、そういった場所を図書館に集約していました。大学の中心と書いてあるのはマサチューセッツの場合はキャンパスの中で大体真ん中にあるのは図書館であると。で、心理的って書いてあるのは学部とか前関係なく誰でも来られるところですっていうふうに認識されているという意味です。じゃあこれは地下1階から紹介します。いわゆるラーニングコモンズです。パソコンは、アドビのソフトとかも入ってて自由に使えるということで、空席待ちがたくさんいました。パソコンだけじゃなくて留学のサポートだとかキャリアのサポートだとか、もちろん図書館に出るリファレンスのサポートであるとか、いろんな、サポートですとか、集中して置いてありました。ラーニングコモンズで必要になりそうなものを、ワンストップサービスで提供できるようにするという考え方だそうです。で、大判印刷のプリントなんか要望があったから置いてきましたというふうに言ってました。有料、もちろん有料なので失敗しないように、なんか予約制になってるらしくて、でこれもアシスタントの人がいるそうで、一緒に印刷しますという話でした。あと、なんかいいなと思ったのは文房具の自販機を置いてあって、鉛筆とかもありますし、USB とか CDR とかも、ここで自販機で買えます。同じく地下1階にあるライティングセンター。学生スタッフがここに来た相談者と1対1でセッションをします。と言ってたのは文章を直すんじゃなくて、これをしながら相談者がこうだっていうふうに気づけるような、に導くのが大事なんですというふうに言っていました。セッションは、予約制で週に何回までというふうに決まっているそうです。これは3階にあるデジタルメディアなどというところで、写真を見てもらえば分かるんですけれど、行った時はまだ作ってる最中でした。だからちょっとなくてごめんねって言ってましたけど、本当はこのカセルスペースでここで
グリーンカーテンが引いてるんですけど、スタジオとして使えると。で、貸してあげる予定ですというふうに言ってました。メディアに関する問い合わせなら、何でもここで受けるというコンセプトだそうです。出版の組織がなかったと思うんですけど、スタッフがいます。で、自分たちの作業スペースもありますし、メディアに関する質問相談を受けるためのスペースもあります。で、ビデオの機材とか撮影録音スタジオも貸し出すということでした。授業の中にビデオを作成する授業というのがあるそうなので、ここで借りて受けるようにしてますということでした。ドローン、3D プリンターの貸し出しも検討中ということでした。まだ買ってないけれど、運用案を売り出しましたというふうに言ってたので、多分買ったんじゃないかなと思います。授業利用を優先するということでした。学習目的で使わせるようにしたいというふうに言ってました。ラーニングリソースセンターです。対象は決まっていて、大体学部1、2年生を対象とするそうです。で、チューターも学部生を選んでいます。3通りぐらいやっていることがあって、1つ目がピアチュータリング。これはいわゆる学習相談みたいな感じで、ここのラーニングリソースセンターに来てもらって、医療について1対1とか、あるいは、小グループでの相談を受け付けるらしいんですけど、学習相談に行っています。サプリメンタルインストラクションというのはもうちょっと手厚いのかな。ある授業についての相談をしたいというふうに言うと、その授業を今受けている人か、あるいは、かつて受けたことがある人が相談に乗ってくれるということらしいです。もうちょっとなんかテスト問題と予想とかもやってくれるそうです。3つ目は OURS って書いてあるんですけど、これは学部生を研究とか、あるいは他の学術活動につなげるためのサポート、つまりその分野の専門家を紹介したりするということをやっているそうです。このチューターとなる人は、優秀な人を推薦してもらっていますということで、人数2013年24年は、約3万4000人が利用したということだそうで、相当成功ようです。これ番外編と書いたのは、今回学習支援という話だったので番外編にしたんですけど、教員へのサポートというのをやってまして、最上階になるティーチングコモンズです。できたきっかけは、副学長が、作ってくださいと言ったから作りましたという話でした。図書館だけじゃなくて FB、バイケン組織図書館で、共同して作った場だということです。オフィスワーの時間以外は、いる場所が、部屋がないという教員もいると。でパラニーコモンズとかは学生がいっぱいうるさくて集中できないということで、静かに落ち着いた環境で活動ができる、そういったスペースがティーチングです。いろんなサポートデスクも一緒に置いてあって、特に、面白かったのは著作権のコンサルテーションサービスというのが行われていました。コンサルやってるのは図書館員で弁護士という人がいるそうで、その人がデスクを持って相談に乗っているということです。
こういうふうに見てきて、マサチューセッツでは学習支援のためにまあ、いろんな教育を同化した場所があって、そこにその相談ができるプロというのがいるなと思いました。でそういうふうに考えたときに、図書館はどんな場所で、そこにいる図書館員って何のプロなんだろうというふうに思ったんですけど、私が思ったことは、学生から図書館員を見た場合、図書館員って図書館にいる人ですよね。で学生は多分図書館って資料、まあ、本がある場所だと思っている。でそこにいたんだから本の場所とかは知ってるだろう、まあ、それぐらいだと思うんですよね多分。まだ、本がどこにあるのか知ってる、それ以上のことは聞かないし、何を聞いているのか分からない、何を知っている人なのかっていうのは知らない。本のことは知ってるだろうけどっていうぐらいだと思うんですね。私が個人的に考えた、まあ、理想のようなものなんですけど、旅館は、大学の中にいくつもいろんな場所があると思うんですけど、学習が行われている場所のうちの一つである。他にもいろんな場所で学習が行われているので、どこにいる人である。だから学習に必要な資料に、もちろん聞かれたらそこですよとか、こういうものがありますよっていうのは当然なんですけど、聞かれなくて持って帰っているのは、その学生を館内で迷わせないようにするとか、そういう基本的なことから始まって、また、授業に絶対必要な資料なのに置いてないとかいうことがないように、きちんと資料を整理するってすごく基本的なことをもやらな、ことをやらなきゃいけないんじゃないかと思ったのが一つで、もう一つは図書館として学生に必要な環境を用意する。そのためにはさっき話したように、学生のことを、まあ、何が出るのか知る、とって何が必要なのかを知るということは必要だなと思いました。で最後に書いたのは、この2つ、必要な資料につなぐとか環境を用意するっていうのって、学生からは全然 見えないことだと思うんですよね。図書館員がやってるとか誰がやってるのかとか、そんなことは知らない。だからこれは学生には全然見えない存在になるなというふうに思いました。で別にそれがいいとか悪いとかいう話ではないんですけど、でまた逆にそのさっきのエミリーの調査の例で、学生のいるところに行って、いろんなことを教えますというふうに、出たエンベッドドライガーリアンみたいな感じで、もっとぜひ図書館以外でも学習を行われている他の場所にも行って、どんどん出ていくということも、もちろんあり得るだろうなとは思いますが、まだ何回かも込めきれてない状態ですが、ということを、今回の方法で考えました。私の発表は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答に入りたいと思いますけど、その前にもし今の谷さんの発表に対して何か何か質問と技術確認の質問等ありましたら、先進科学センターの石井申します。ちょっと確認といいますか、後半の話で、中華システムとかを利用している学生数が、60から 70% に対応するという、延べ3万4千、延べって言ってるのは、人数をカウントしていたら、それをたまたま学年の数と比べたら、これ以外だったというのか、本当にこの60、70、半数の学生が何らかこういう学生を利用しているという。そうです、インタビューで3万4千人ですって言われて、それは延べ数ですが、聞いたらそれです。
だから述べという意味は、だから実際に6割の流れの学生が来ているとは限らなくて、あ、そうですそうですそうです、そういう意味ですよね。だからその意味で、実は他の発表の方にもお伺いしたかったんですけど、結局こういうチューターシステムとかそういうものを利用している学生の大雑把な割合とか、どういうぐらいアメリカだとどういうぐらいの学生が使っているのかという感覚が知りたいんですけども、何かありますか。長原さん、何かありますか。ちょっとスパンの方では人数を伺うことができなかったんですけれども、バックレーの方では先ほどチューターが250から300いるというふうに言いましたけれども、それに対してアンダーグラジュエットの学部生が8000人、受けに来るということでした。で、アンダーグラジュエットの人数はちょっと今ここに数があるんですけれども、バークレー全体では、学部生全体で 27,126 名のうち 8,000 人が利用してきているということです。それは、ご理由は、方が 8,000 人の学生が、なんだかして複数学部で利用しているという意味で、そういうことになります。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ今の大地さんの話です。はい、それでは今まで発表していただいた3つのことをベースに質疑ということにさせていただきたいと思います。今3名の方の発表で、全部で、6大学、3つの大学の事例というのが挙げられたということなんですけれども、まあ、そのうちイエールを除く5大学につきましては、まあ、それぞれ、図書館をベースとしたり、図書館以外の組織のベースであったりする形で、非常に、手厚いと言っていいと思うんですけれども、学習支援活動というのが、まあ、展開をされているという状況だと思います。で、今の発表で、前田さん十分お分かりいただけたと思いますけれども、必ずしもコンテンツ利用を中心としているものでもないというような支援もございます、ありましたし、それから、まあ、運営組織等々についても非常に多様であるというふうに思います。それから、まあ、どういう切り口を準備してその学習支援を展開していくかということについてもかなりまちまちだったなというのが正直な印象です。ただ、いずれの場合でも、まあ、やはり共通しているのは、まあ、多分これは、ちょっとそのエモリーの話を時に補足で申し上げましたけれども、学部生 の, その研究活動を支援するという視点が非常に明確にということは言えるのではないかというふうに思います。まあ、これはおそらくそのアンダーグラジュエットのレベルであっても、そのある種の研究プロジェクトのようなものをやることがその大学の学習における一つ大きな前提になっていて、でそれに対する支援活動が学内において展開されるということに対する非常に強い期待の、まあ、表明ということに多分なるのであろうと思います。そしてもう一つはやはりその図書館の中だけで決して完結していないものだというのも一つの特徴でして、例えばその UL の例で出ていたエンベディドライブランシップ、これはまあ図書館情報学の領域では、かなり前から言われるようになっている概念ではありますけれども、まあ、授業のカリキュラム等にかなり、きちんと密着した形で の, その図書館的なサービスの展開の必要性ということがあるということだと思います。ただ逆の言い方をすると、もう図書館のスペースだけで何かを考えるということで、学習支援という形ではできないんだということを、まあ、案に語っているというふうに、まあ、理解をすることもできるのかもしれません。で、イェール大学のケースというのは、まあ、実際に具体的に何をやるかというよりも、今その図書館自体が、何ができるのかということを改めて問い直しているケースというふうに言っていいのだろうというふうに。で、まあ、言うまでもなく、イェール大学は現在、スーザン・ギモンズさんという非常に若い図書館長がリーダーシップを取っていて、多分全米でも注目を集めている一つだと思うんですけれども、そのスーザン・ギモンズさんは、イェール大学に移る前には、ロシスター大学 の, その図書館の責任者でいらして、そこでも、やはり学生に対するさまざまな調査を行って、その図書館機能、あるいは図書館をベースとしたその学習支援といったようなものを、
具体化していくということで非常に名前を挙げられた名図書館長と言っていいのだろうと思いますけど、まあ、そういう方です、まあ、そのようなその経験を踏まえられてイェール大学という、まあ、世界有数の巨大な大学図書館で確かイェール大学は職員数が現在550名大学じゃないですね。イェール大学図書館の職員数は現在550名だと思いますけれども、それだけの人がさまざまな形で学習の支援を含む多様な活動を展開している中で、自分たちのやるべきことは何なのかということを改めてその考え直しているで、それが、今後さまざまなその支援活動につながっていくというふうになるのだろうというふうに、まあ、理解をしている。一応簡単にまとめるとこんな感じかなというふうに思ってはいるんですが、それでは皆様からいろいろとご質問を受けて、ものによっては、各発表者にいろいろなご意見を聞きながら議論を進めていきたいというふうに思います。それで質問のある方には挙手をお願いいたします。先ほどご質問いただくときにお断りしなかったので申し訳ないんですけども、このセッションはずっと初めから録画をしておりまして、で、編集後といってもほとんど編集しないんですが、終わった後では YouTube での公開を、前提としておりますので、その上でご了解いただいた上でご発言をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いします。中原さんにご報告いただいた中でちょっとえっていう感じなので、ちょっとご了承いただきたいんですが、スライドの流れが何ページでも一代共通して抱えている問題の存在ということを書かれていて、学生が MIS ツールを使いこなせないというようなことが問題があったんですけれども、私 の, そのアメリカの大学生に対するその固い先入観というのは、いわゆる図書館リテラシーというものをそれなりに身につけている、でそれが一代の大学生の差ということで現れているんじゃないかとすら思っていたんですけれども、そういう考え方からすると、この、ことが事実だとすると一体アメリカの大学って今どうなっちゃってるんだろうっていうちょっと素朴な疑問がきまして、ちょっとこの辺についてお待ちいただければと思います。ご質問ありがとうございます。スライドでと、そうですね、ちょっと私ページをつけていなかったので申し訳ないんですけども、最後から5枚目ということですね。学生がレファレンスというのを使いこなせないということを最初に挙げているんですけども、こちらアメリカの大学で、実際に携わっていらっしゃる方にお話を聞きまして、ちょっと最初にお話をしました前にお話をしましたけれども、学生は確かに図書館に来て勉強はするんだけども、レファレンスデスクにそこまで質問をしに行かないで、それはオフィスは同じになって、でなかなかその敷居が高くて聞きに行けないというふうな話を伺って、それがちょっと印象深かったと私は書いたんですけれども、そうですね、実際にそのオフィスアワーレファレンスツールを使いこなせる学生というのが、やはり特にハイレベルな大学、バークレーですとか、それぐらいのレベルになると、本当に質問に行く相手をもう潰しに行くレベルで質問をぶつけに行くけれども、大多数の学生はそこまでの勇気も、体格も、自信もそこまでないです。体格というとあれなんですけど、というお話を伺いました。ちょっと実際にどうなのかという学生から直接話を聞いたわけではないので、もしかしたら先生がおっしゃる事実とはだいぶ違ってきてしまうのかなという気もするんですけれども、こちらで伺ったお話としてこちらに書かせていただきました。まあ、とするとその実態はまだ、ちょっとよくわからない部分があるという、はい、なので、ちょっとひょっとするとレファレンスツールというよりも、むしろレファレンスサービスそのものは使いこなせてないという話になっちゃったなと思いました。だからツールに関して、例えば各種のデータベースであるとか、あるいは
紙の形のいわゆるレファレンスブックなどをどれくらい使いこなせているかというよりも、はい、そもそもそのレファレンスのカウンターに質問に来るかどうかということにおいて、その学生があまり使っていないというのが今の話の背景です。ちょっと私 の書く言葉の間違いだと思います。するというよりはサービスです。ありがとうございました。いかがでしょうか。重ねての質問で恐縮です。早稲田大学の野尻と申します。今日のお話の中心は、そのチュータリングというのを引っ張ったと思うんですが、おおむねそのチューターの学生さん の, そのコミュニティの中で、技量とか、お互いの意欲とかが維持されていくというのがお話だったと思うんですが、これをその図書館として、図書館の職員は、どの程度その、点検しているというとちょっと、言葉が少し感じてきすぎるかもしれないですけど、どの程度チェックして、あるいはもしかして何かこう図書館としての意図とこう違ってくるのか、違っているのか違っていないのかというようなことを考えて、違ってきているような場合はその修正とかをするのかどうなのか、その辺のことを無事でお分かりのことがあったら教えていただければと思います。はい、はい、はい、チューター同士のコミュニティの中で、それをチューター同士オンリーでやっている中に図書館職員やどの目が入っているかどうかという話ですね。はい、ありがとうございます。こちら のチューター同士で話し合いをするというのは、チューター同士が自主的にというよりは、そのような時間を設けて、みんなに集まってもらって、図書館職員、あ、これスカーですけど、失礼しました。イーストベイの方では、スカーの運営の方が、チューターさんに集まってもらって、同じそうです、ね、マスだったらマスのチューターさん、それから、ライティングだったらライティングのチューターさん同士で、同じ時間を持って話し合いをしてもらうということで、そこに職員の方が同席をするということになります。なので自主的にチューター同士で話し合いをして、それがなんか変な方向に行ってしまうということは聞いている限りはないかなと。じゃあすみません、ちょっと補充でまた追加させていただきたいんですが、考えましたのは、特にバークレーの例なんかで結構歴史もある大きなコミュニティになっているようなんですけれども、そういうコミュニティが、その職員が関与しているとしても、かなりその学生同士のそのなんていうんですかね、その全体の雰囲気というのがあるだろうと一つあって、それをどうコントロールできるのかとか、もしコントロールするとすると、それに投入する労力が結構大変なんじゃないかと、そのあたりの事情を、知りたかったということです。例えば実際にそういう学生に中間活動をやってもらうとして、私の知る限り、私のいるところではそれほどまだその例がある話ではないので、いかにやっぱりモチベーションを上げたり、そのレベルを維持するのにどれぐらい我々はその労力を注がなければいけないのかというのが知りたいところです。先進例を見て知りたいところです。すみません、じゃあお話をします。無事の申します。一緒に実は私も訪問しまして、いろいろと話をちょっと聞いてるんですけど、ちょっと図書館さんで説明の前提聞いてなかったんですけど、バークレーはそもそも学生の性質が、バークレーとイーストベイでは学生の性格と全く違いまして、バークレーは、割合忘れちゃいましたけども、その割合が実は新入生、いわゆる高校卒業してそのまま大学に入る。いわゆるバークレーほどの名門校であれば、一回入るのもやめないわけです。で、転学生は相当少ない。それから、イーストベイの方は逆に3分の1しか新入生がいなくて、3分の2は転学生。いわゆるコミュニティカレッジが最終戦だと思いますけども、そこから来るという意味で、いわゆる支援を受ける内容がやっぱりおそらく全然違うっていうところが違うし、それからですね、バークレーの特徴として別に全寮制ってわけじゃないんですが、レジデンシャルカレッジっていうのは最初に彼らが言ってるんですけども、ほとんど学生、特に1年生は寮に入る。で、寮は基本的に大学がある
会社組織を作って運営していて、ほとんどの学生がそこに入って、そこの説明が出てたんですけども、その寮の中にも実は同じようなその支援組織っていうのがあってですね、そこで生活相談とか、あとは学生同士でそのいわゆる学習に関しての相互の教え合いとかね、そういったことをやっている家にお伺いしたんですけど、そういった二面性の機能がどうももう一つあってですね、それで全体が成り立っているということで、すべてこの図書館なり学習相談センターがすべてをこう受け付けるわけではどうもなさそうだということが分かりました。ということで、どこまで言われたんですか、そういった組織の違いというのを踏まえながら、ご理解いただくといいのかなということでございます。はい、補足ありがとうございました。今の話もさらに補足するとですね、これもイーストレイでよく話を聞いてきたことなんですけれども、とにかく大学の中でいろんな形での学習者とか学生に対する支援活動が行われているのだというふうに思いました。むしろイーストレイの話なんかを聞いてみると、むしろそれがあまりにバラバラすぎてというか個別化しすぎていて、むしろそのことの方が問題になっているいうようなことがあって、そういったこととは別に、今回報告のあったスカーというのは、その中でも特にそのいわゆるその学習支援ということに関わる部分で、非常に、いい成果を上げているという評価をしているという部分で、今回そこの部分に特に重点的な話を伺ってきたということが言えると思います。なので先ほどもその小田部長の話からありましたように、さまざまなところでさまざまな活動の支援活動があって、多分いろんなところで何らかの要素としてその学習支援的なものは多分含まれてはいるんだろうなというふうに、私としても理解はしているところです。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。答えにくい質問だと申し訳ございません。はい、他に何かご質問ありますでしょうか。はい、じゃあお願いします。シプリンカーの田辺と申します。本日はいった方々にしかわからない具体的なアメリカの取り組みを教えていただきましてありがとうございました。ちょっと質問がずれるかもしれないんですが、中原さんの、スライドの中で、日本の大学のピアサポートの環境として、学生の属性は限定されているというスライドがございました。で、私ちょっとそこで疑問に思ったのですが、確かにアメリカには遠く及ばないにせよ、最近ではやはり日本も留学生や多種多様な方々が増えてきて、で特にまたスーパーグローバル の採択も千葉大学さん受けて出ていらっしゃいますけれども、やはりその多様性という点において、今後その日本の大学においてもすごくやっぱりいろんな方がやってくるということが想定されますが、その中で、その図書館としてはそういった多様性にどう対応していくべきなのか、あるいはその今回アメリカは最もその国際化という点においては最も進んであろうという大学、アメリカの大学から何か、そうですね、学べたこと、あるいは、日本のこれからに応用できることですとか、そういった視点から、何かお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。ご質問2つですね。ちょっとすいません、まとまってないんですが、つまり留学生とか多様性という点においては必ずしも属性はあまり揃ってはいないのでないかというところと、それを踏まえて国際化にどのような対応が図書館として、できるのか、あるいはこうしていこうというお考えがあるのかどうかという点ですね。それが一つ目の質問ですね。はいはい、これは私からお答えした方がいいかなと思いますけれども、確かに日本の大学とて多様化が進んでいるではないかというご発言だと思いますが、アメリカに比べたら全然進んでないというのを発見していると思います。まずその多分日本の大学の場合に学生の平均年齢を見たときに当然のことながら新入生で占める割合というのは圧倒的に多いわけでして、で先ほど小田部長の説明からもありましたように、例えばアメリカなんかの場合、例えばイーストベイの場合には他大学から転入の割合が非常に高かったりするわけですね。ですからその意味での多様性というのはアメリカにおいては日本の比ではないというふうに、で日本の大学がじゃあその多様化が進んできたときに、そのどのように図書館として対応しうるかというと、
が、まあ、この大きな質問のコンテクストとしてあると思いますけれども、これ非常に難しいと私は感じています。なぜかといえば、その日本 の、 特に学習を中心としたその図書館の資料というのは、基本的にはそのこれまであまり多様じゃなかった状況において、形成されてきた資料群をベースとしておりますので、その多様化ということが急激に始まっても、そんなに急にその図書館 の、 その提供できる資料群の性質が変わるわけではないわけです。でこれについて実はあるところで、ちょっと質問したことがあるんですが、例えば千葉大学では、例えば、第3タームという言い方をすると思いますけれども、夏休みにサマーコースのようなものを設定する可能性がある。そうするとそのサマーコースには海外から多くの学生が来て、ね、学ぶということも想定する。でところが、じゃあそういった学生がその自ら勉強しようと思った時に対応できるその多様な資料が、特に英語で書かれた多様な資料が、日本の大学図書館に十分所蔵されているか、あるいは利用可能な環境になっているかというと、多分そうはなっていないということに対して、私は某出版社の方に、そういうショートタームの2ヶ月ということを対応して、本を貸すレンタルする気があるかということを聞いたことです。お答えはどうでしょうか。はい、シプリンガーさん、いかがですか。そういう可能性です。可能性、ちょっとそのシュリンガーとして の、 公の意見として、申し上げるとちょっと語弊があるような気がして、個人的な意見でありますが、今実際に、ご存知かどうかは分かりませんけれども、アメリカの、某大学の図書館様で、やはり似たようなレンタルサービスというのをプロジェクトとしてシュプリンガーがやっているという案件が1年ほど前にございました。で、それがちょっとすいません、勉強不足で、そのプロジェクトが、結果としてどうだったのかというような、レポートが上がってきてないような気がいたします。でそうしますと、おそらくプロジェクトレベルでは可能であるにせよ、現時点そのビジネスモデルとしてご提供できる段階にはないというような状況であると私は推察いたします。すいません、お答えになっておりませんが、なんとなくプロジェクトレベルは可能ではないかというのがアメリカの事例がございますので、試験ではございますが、可能性はないわけではないと思います。はい、で先ほど の、 その図書館としてどうかということに対する、私は逆にもう質問させていただいたんですけれども、実はその今日本の大学が考えているその受講生、学生の多様性ということに対応していくための環境整備というのは、正直言って非常に遅れているというのが現実としてはあって、でなおかつそれにかけられる金はそんなにあるのかというと実はないというのが現実的なところ。なので我々としてはその環境を良くするためには、従来のやり方とは全然違うそのビジネスモデルのものを適用していかないと、とても対応しきれないじゃないかというのがあって、ぜひご協力をお願いしたいというふうに考えております。はい、で2つ目の質問は何でしたっけ、アメリカの方の話ですね。すいません、もう一度お願いします。アメリカでその今回いろいろ学ばれてきたことに関して、今の日本の大学図書館で応用できることが何かありますでしょうかということです。はい、これは先ほどのその谷の発表とかにもいろいろあったかと思いますが、谷さん補足していただけますか。はい、でそれからもう一つは、こういったことをやっていきますということが終わりですかというような意味でした。はい、私のお話だとメインでイエールの利用者調査の件です。でやっぱり、専門的な知識に基づいて、学生が何をやっているのかという調査を行って、何かを変えるための根拠とするという姿勢を学びました。なんとなくアンケートを取るとか、あるいは特に何も調査をせずに、他の、
例えばランニングコムズやってるからランニングコムズ作ろうとかっていう話ではなくて、自分の大学の学生と他の大学の学生はもちろん違いますよね。日本の大学の中でもそうですし、なので、学生のこととか、もちろん対象が学生に限らず教員とかである可能性もあるんですけれど、を知って、自分の大学に合った、取り組みを行うということで、図書館として何ができるか考えるということ、という姿勢が、必要であると思いました。私もそうなんですけど、なんとなくの図書館って学生に近いところにいるので、学生のことを知ってる気になっているんですけれど、実際に、自分の千葉大学のアカデミックエイトのプロジェクトの中で学生にインタビューをしてみると、全然学生のことしか分かってなかったなと、学生が本当は何を学習として捉えているのかとか、図書館以外でもいろんなことをやっているということを分かったので、そうした調査に基づいて何かを変えていくということが必要なんだろうなというふうに思いました。それが、学んだことで、日本の図書館でもやっていくべきことではないのかなというふうに思いました。以上です。それでは、せっかくなので2人のプレゼンの中にもその内容は少し含まれてありましたけれども、中原さんの2人から何かちょっと補足して発言することがあればお願いします。私なんか特になんかまとめっていう感じのまとめのスライドを確かに作っていないなというふうに今感じて思ったんですけれども、まず私もアメリカにというお話をいただいた時に、そういえばアメリカの大学のことって、私実際にアメリカに渡るのも初めてだったということもありまして、ただやっぱり漠然としたイメージのまま持っていったというところがあるんですけれども、このように最後に2つのピアサポートの環境ということで2つ比較をしまして、確かに国家としての違い、社会、文化、それから人の考え違いがそれぞれ、アメリカと日本ではっきり違うな、それからここは同じだなということをが、すごく肌感覚として、理解を深めてきたつもりではあるんですけれども、それに基づいて、今回申し上げていて、報告の中で、スライドに詰め込んだわけなんですけれども、それらのことを少しずつアメリカの制度を、ちょっとまだ入ってきて1ヶ月なので、まだ紐解ききってないというところもあるんですけれども、これをアメリカのものを紐解いていって、さらに日本の意図を加えて再構成していくというのを今後やっていかなければならないなと思っています。で、これはある意味で収穫で、今後これからの業務にアメリカアカデミックリンクセンターでの業務に生かしていかなければならないことだなというふうに考えています。私から今のご質問に対して思うことは、今回この後3人の発表でも内容は違うものでしたが、非常に共通するものがあると思いまして、それはどれも、図書館側がもっと学生のことを知る、把握する、それでさらにどのように変えていくか考えていかなくてはいけないという結論が、どの発表にも入っているかのように思いました。アカデミックリンクセンターでは、谷から先ほど少し話が出たように、さまざまな利用者調査を行ってきました。私は直接はそのメンバーではないのですが、そのメンバーであるかどうかにかかわらず、その結果を知ることで自分の業務の中でもっと全然に生かしていけるのではないかと思いました。アカデミックリンクセンターが行ったその両者行動調査は、他の日本の大学でも実現可能なものもあると思いますので、まずはその大学ごとに利用者である学生のことを知るという視点をやはり持つことが大事なのではないかと思いました。以上です。はい、
と最後に3名から何と申しましょうか、そのとても立派なリアクションと言ったらいいかもしれませんけれど、あのやや優等生に過ぎたかもしれないと思うような、あの若いうちのスタッフからの発言とその決意表明があったところで、あの本日 の、 あのアカデミックリンクセンターのセミナーは終了とさせていただきたいというふうに思います。皆さん長い時間お疲れいただきましてどうもありがとうございました。で、お帰りの前にですね、あの恒例でございますけれども、あのアンケートの容赦がいただきますので、ぜひともご記入をいただきたいというふうに思います。で、アカデミックリンクセミナーはこれで、センター設置以来4年間最低でも年間5回はやってきたということで、だいぶ回数がたまってまいりました。で、これらの多くの成果は、まあ、ウェブ上でも公開しておりますので、またさまざまなところをお使いいただければというふうに思います。また来年度につきましても、きちんと計画を立てているわけではございませんし、また来年度予算は国会を通過しておりませんので何とも申し上げづらいところはございますけれども、まあ同種の活動というのは可能であれば継続をしていきたいという考えておりますので、また機会がありましたらぜひともご参集いただければというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。